です。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、恒例の木曜日ということで、木曜日のおしゃべりタイムというふうな、切り口で話をしていこうかなというふうに思っております。と言いますのは、このね、チャンネル、主に、まあ、チャンネル名見ていただいたらわかるように、ベースということで、まあ、ハウトゥーの話ですね。普段ですと、タブ符とかを使わずにコード符でしっかり弾いてくれる方法を、ベーシックに音を覚えたり、リズムの細かいトレーニングができる方法だったりとか、そういうような話を中心にしています。よかったらね、もし、初めて見られた方とか、上に上げときますので、よかったら見てみてください。それからですね、僕、ジャズ屋でもありますので、最近ですとね、ジャズのアドリブのハウトゥーなんかも話しております。よかったらね、それも後で上に上げときますので、よかったら見てみてください。よろしくお願いします。そして今日はね、先にも話しましたように、木曜日のおしゃべりタイムということで、まあ、ハウトゥーの話ではなく、ちょっとね、雑学的な楽器の話をしていこうかなというふうに思ってます。で、雑学の話もね、上げれそうだったら上に上げときますので、よかったら見てみてください。その雑学ですと、今日はね、4弦ベースの話をするんですけど、5弦ベースの話だったりとか、フレットレスの話だったりとか、その他コントラバスの話だったりとか、まあなんかね、ベースにまつわる多岐の話をしてますので、もしよかったらね、面白い話たくさんできているかなと思いますので、よかったら見てみてください。そして、今日はどんな話をしようかと言いますと、僕が所有しているね、まあ、せっかくなんでちょっと出しましょうかね。74年のジャズベース。これ後からね、ちゃんと見せびらかそうというか、説明していこうかと思うんですけど、これについて話をしていこうかなと思います。で、まずですね、そのフェンダーのジャズベースというのは、まあ、一応基本的に1960年にスタートされたというふうな話が、まあ、通説でして、まあ、その後ずっとね、年代ごとに細かくいろいろ変わってるところがあるんですよね。なので、僕昔ね、64年のジャズベースも所有してたことあるんですけど、まあ、その、まあ、全部が全部ね、ちょっと話すと時間が足りなくなっちゃうと思うので、また、そのジャズベースの遍歴みたいなのはね、また何かの形で動画でまるっと一本話そうかなと思うんですけど、まあ、いくつかね、主要な点をね、こう、かいつまんで話をして、僕のね、74年のジャズベースはどんな感じなんですよっていう説明をしていきたいなと思うとともに、その後にはですね、まあ僕もね楽器何本か持ってるんですけども、すべての楽器においてね、まあ出会った出会いだったりとか、まあやっぱりねなかなかこう、まあ皆さんね経験あると思うんですけど、楽器との出会いってね本当に貴重だと思うんですよね。偶然出会って、惚れちゃったっていうのがやっぱ多いと思うので、まあそのね74年のジャズベースと、まあどのような感じで出会ったのかみたいな話もしたいなと思います。と言いますのはね、なんかしばらく前にねコメントでね、このジャズベースがどんな感じですかみたいな感じでね、コメントをいただいた方がいるんですよね。まあその流れからまあちょっと話してたりします。で、前回はですね、この後ろにあるこのメープル指板のホデラのね、エンペラーの話をしました。よかったらね、それも上上げとくので、よかったら見てみてください。で、まあその間にですね、まあ区切りのことに、まあちょっとせっかくなんでサウンドも聞いてもらおうかなということで、まあちょっとリズムの違うもの、毛色の違うものを、まあいくつか取りましたので、それをね、まあ聞いてもらおうかなというふうに思ってます。で、中にはね、その、なんか動画を上げてらっしゃる方でね、こうフロントとリアのピックアップを絞ったり上げたりして、サウンドの違いみたいな感じで、まあその楽器のね、特徴みたいな感じでやってる方いらっしゃいますけど、そこまではね、ちょっと細かくはやってないんですけど、ざっくりしたね、このサウンドを聞いていただけたらいいかなというふうに思ってます。まあそんな感じでね、今日は、ハウトゥーではなく、まあ楽器のことについて話していく、楽器愛について話していこうというふうな回でございます。で、もしね、今日、フェンダーとか調べられて、今日初めて見られた方いらっしゃいましたら、もしよかったらですね、何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。結構ね、技術的な話は毎回してますので、何かしらの、どのレベルの方でも何かしらお役に立てれる話をしていると思いますので、何卒他の動画もね、合わせて見ていただけると嬉しいなと思っております。それと今日ももしよかったとか楽しかったとか、もう楽器出会ってよかったねとか、僕もいい出会いやったんだよとか思っていただけた方ね、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。そんな感じでね、まずデモ演奏を聴いていただいた後に、いろいろ話していこうかと思います。どうぞ。ベース。
です。演奏ね、聴いていただきましたけど、いかがでしたでしょうかね。まずは多分16ビート系のね、リズムのパターンをね、2小節のリズムを繰り返すというようなものをデモ演奏で聴いてもらいました。まあ、演奏の中身がどうかというかね、サウンドをね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ちなみに、今さっきのね、リズムは、僕、リズムトレーニングというふうな感じで、まあ動画たくさん上げてるんですけど、まあもうちょっと上、上がらんかな。もし上がったとしたら上げときます。まあその中でね、教材とかも販売してるんですけど、その中で販売している教材の一個のもの、フレーズのものを、弾いてみました。もしよかったらね、下にも貼っときますので、よかったらリズムトレーニングやつも購入していただけると嬉しいなと思います。一個数百円とかなのでね、簡単なとこからやってますので、お役に立てるかと思います。よろしくお願いします。まずはですね、ジャズベースの遍歴というふうな話をね、少し話したいなと思うんですけど、まあこのね、ちょっと話をするにあたって、まあいろんなところ、本当に細かい部分まで含めるとめちゃんこあるんですけど、まあ、どういうような感じになってんのかなと、まあ、ちょっとあんまりね、嘘っぱち話しても良くないなと思ったので、ざっくり知ってる情報が正しいのかなとかっていうふうなことで、いろいろ調べたんですけど、やっぱりね、いろんな方がブログで書かれたりするんですけど、全部を網羅してる人ってのはなかなか見当たらなかったですね。これは書いてあるけど、あれは書いてないなとかっていう方がいらっしゃったので、僕もね、今日は、革新的な、まあ、ちょっとね、知ってる、よく聞いてる、僕もね、この、74年買う前に、64年を所有してたことがあって、まあその時にね、結構ジャズベースについて細かく調べたことがあるので、なのでその時にまあ得た情報っていうかね、知識みたいなのを少しずつ話していこうかなというふうに思ってます。まずですね、そのちょうど1960年にジャズベースができてですね、まあそっからいろいろ遍歴があるんですけども、まあその頭から話していくというより、やっぱ一番ね、まず特徴的なものとしてよく取り上げられるのがこの木材の違いですよね。この、ちょっと芝のね、これ黒っぽい感じになってますけど、これがローズウッドという風なものになってますし、これはアルダーという風なボディになってるんですけど、まあ、60年代初頭だとね、やっぱこのローズウッドというのとアルダーというのが、やっぱり主流でした。で、その中でも、65年とか、64年とか、65年とか、まあ、ものによっては66年ぐらいとかだったりすると思うんですけど、まあ、ではこのブラジリアンローズウッド、ハカランダというものが使われている個体もあったりとかしてですね、まあ、今の普通のローズとはちょっと違う種類のもので、まあ、希少価値も高いものが使われたとかっていうのもあったりします。で、60年代の前半のものだったりすると、アッシュボディにローズ指板っていうのも実はあったりします。これ知ってる人意外と少ないんですけども、このサンバーストとかのカラーではなくて、まあ、いろいろオリンピックホワイトとかもあるんですけど、ブロンズっていうちょっと黄色がかった白色っぽいのがあるんですけど、それの塗装がされてる60年代初頭のベースは、アッシュが使われていたらしいです。で、なんか僕、それ、正直触ったことないんですけど、まあその70年代のね、後半とかによくアッシュボディが使われてたと思うんですけど、それは、その70年代後半のものっていうのは比較的重いアッシュが特徴的だったみたいですけども、その60年代のアッシュは結構軽量のものもたくさんあったっていうことで、ちょっと同じアッシュなんですけど、音の毛色も違う風な雰囲気だったというふうにも聞いております。まあ、いずれにしてもね、そういう風な、アルダーと、ローズ指板っていうのがやっぱりまず、スタートしたわけですよね。で、過渡期でちょうど70年の、まあ、半ばぐらいですかね、この楽器と同じぐらいの年代から、アッシュボディのローズ指板っていうのもできてきました。そして、最終的には、まあ、70年代後半、マーカス・ミラーさんなんかが持ってるので有名な、メイプル指板に白いやつですね。こういう風な指板になってますけど、白い指板に、黄色っぽい指板に、白い系の、まあ、ボディですね。黄色っぽいボディといった方がいいですかね。もちろん塗装されてる場合だとね、木は見えなかったりしますけども、そういうふうなものになったりとかありますし、中には逆に、ボディがアルダーで、メイプルの指板のやつっていうのも稀にあるみたいです。で、その中でこれの組み合わせは非常に王道な、ローズ指板と、アルダーボディという初期のものに近いものになってます。まあ、大きなサウンドとかね、年代、大きな年代、いつの年代というわけじゃないんですけど、まず大きなサウンドと見た目の違いっていうのがやっぱ一番それが特徴あるんじゃないかなというふうに思ってます。そして、まあ、ちょっとね、年代別に少しずつ、かいつまんで話していきますと、60年代の一番最初というのは、ここの、コントロールロムのレイアウトがちょっと違ったりします。で、それは何かと言いますと、こう2個ついてるんですけど、スタックノブといって2階建てになってるんですよね。下も回せれて、上も回せれる。1個のノブで、上と下がいじられるというふうなものになってるものが、初頭のものがあったりしたんですよね。で、上がボリューム、フロントのボリューム、リアのボリュームっていうものが1個ずつついてて、下で、各々のトーンというふうなもの、
をいじられるようになってました。で、年代はだいたい62年とか3年とか、まあ、61年、まあ、62年の間ぐらいですかね。まあ、過渡期の時っていうのは両方と作られてたりするので、明確な年っていうのはちょっと定かではないんですけど、62年ぐらいになってくると、この3ノブというのに変えられてきたりします。この3ノブっていうのは、ま、今でも一番ポピュラーな、ジャズベースのポピュラーなものでして、こっちのフロントのピックアップのボリュームが前、こっちのボリュームがこっちに対応している。そしてこれが全体のトーンをいじられるというふうな感じの、サーキットというかね、まあ、ノブになってます。で、それをそのまま引き継いだものになってます。そして、まあ、その後、いろいろあるんですけども、まあ、細かい仕様の変化はいろいろあったりするんですけど、やっぱり大きく違うものっていうので有名なものと言いますと、このローズ指板というのが、スラブボードというのとラウンドボードというふうなものが分かれています。このスラブボードとラウンドボード、ラウンドボードの方が後者の方に、後期の方になるんですけど、ラウンドボードのものっていうのは、これもね、だいたい62年の半ばぐらいだと思います。62年の後期だと、ラウンドボードっていうのに変わって、スラブボードっていうのがやっぱ前期のものだと言われたりします。この辺が、まあ、ヴィンテージ市場の値段を大きく分けるところでもあるんですけども、で、その、スラブボードっていうのは言うならまあかまぼこみたいですよね。こう平たい、メープルのこの指板のところがこう平たい、こっちから見るとですね、こう後ろから見るとよくわかるんですけど、平たい、こう平たいところにこうポコッと、こんな感じで指板が乗ってるっていうイメージですね。で、ラウンドボードっていうのはそれに対して芝、ネックもこう丸くもうなってるんですよね。丸くなってる上に丸くこう指板が丸いのが乗ってるっていうふうに言われてます。これはまあいろいろ諸説あるんですけども、やっぱその先に話したブラジリアンローズとハガランダという木がやっぱすごく希少材で、現在もね、ワシントン条約第一種で、絶滅危惧種に指定されているような木で、まあ象牙とかと同じレベルのものなんですけども、規制対象というかね、いろいろ使ったりする場合だと申請したりとか、海外に持っていく場合だと申請が必要な木なんですけども、まあそういう風なものっていうのがまあ当初使われてたわけですよね。で、それがやっぱり材が希少なので、やっぱこのスラブボードで使ってるとね、分厚さが、あるわけですよね、指板として。なので、まあ、諸説あるんですけども、ラウンドボードにすると薄く作れるから、ラウンドボードに改良したという噂もありますし、また別の噂で聞いたことがあるのが、ブラジリアンローズウッドっていうのがやっぱり結構こう、反りやすいものがあったりしたという噂も聞いたりします。なので、ネックに貼り付けると、ネックが動きやすくなるので、その影響を少なくするために、薄くしたというふうな噂もあったりします。で、これは、バインディングが入っているので、ちゃんと定かではないですけど、多分これはラウンドボードになってるんじゃないかな、というふうに思ってます。ちなみにもちろん、ブラジリアンローズウッドとかではなく、普通のローズウッド指板が使われているっていう感じになります。そして、まあ、その後いろいろまた変わっていくんですけども、そのハカランダ材がちょうど64年、65年ぐらいまで使われてるのかな。中には66年の個体でも使われてるのがあるらしいんですけど、そっからは普通のローズ指板に変わってるらしいです。なので、このベースは74年なので、もちろん普通のローズ指板が使われているというふうなものになってます。で、それ以外にも、このポジションマーク、これ四角いのがついていますけど、これブロックポジションマークというふうに言われたりするんですけど、まあ、これがちょうど66年ぐらいからだったかな、が変わってたりとか、そしてこのペグですね、この回す方向なんですけども、これも66年ぐらいから、こっちは普通の、いわゆる普通の今のネジ回しと一緒で、まあ、なんていうんですかね、こう、反時計回りに回すと、閉まっていく感じですかね。で、時計回りで、こうやってみたときに時計回りで締めていくと、緩める感じになるっていう感じのものになってます。で、初期のジャズベースはこれが逆になってるのでね、慣れない人だとちょっとあれあれってなる人もいらっしゃるみたいですね。まあそんなような感じですけども、これはまあもう後期のものになってます。ちなみに66年近辺だけここの形が、まあこれサザエさんの頭みたいに見えるので、サザエさんヘッドとか言われたりするんですけど、これがツルーンとしたマッシュルームヘッドっていうのが、一部の年代使われてますけど、これはまたね、戻ってきた状態のものになっています。それでですね、まあ、ちょうどその64年から65年っていうのが、設立者であるレオ・フェンダーさんが、まあ、会社を売却して、まあ、退いた年っていうのが65年ぐらいだと言われてるんですけど、もちろんこれは、そのね、レオ・フェンダーさんがもういない状態の時に作られた楽器になってます。ちなみにね、これ余談なんですけど、ピックガードがもともとついてたんですけど、これは外してあります。で、サンバーストというカラーになってるんですけど、でもちろんね、こうジャズベース、後ろ見ていただくと、ボルトオンという風な感じのものになってるんですけども、これ面白いのは、この今ちょうど見ていただくとこうアップで映ってるかもわかんないですけど、4点で止まってるんですよね。これがちょうど74年、このベースと同じ過渡期の時なんですけど、74年の時にこれが3点止めっていうのに形に三角っぽい形のものに変わってます。で、それが、変わる前のものですね。
のものになってます。で、ちょっと年代が、前後しましたけども、ピックアップの位置というのも実は変わってます。これも諸説あるんですけど、69年から70年に変わったっていう人もいれば、70年から71年とかもうちょっと遅い時期に変わったという人もいるんですけど、まあ、過渡期の時っていうのはどっちも作ってたりするのでね、まあ諸説あるんですけども、このリアのピックアップが本当はもうちょっと前にいたんですよね。ここら辺にあったものが、僕の年代のちょっと前ぐらいに後ろに下げられたっていう感じになります。で、もちろんこれね、ピックアップって音を拾うマイクの部分になりますので、この位置が変わるっていうのは音に対してすごく影響がある、変わるわけですよね。で、これは、その後ろにずらされた後のものの個体になります。まあ、そのような感じになります。あと、バインディングですね。これはまあ60年だったからちょっと前後して申し訳ないですけど、白いバインディングというものがこのような感じで巻かれていますね。ネックの周りに、指板の周りに巻かれているという感じになります。ちょうどこれはブロックポジションと同じような時期だったと僕は認識しています。あと、ちょっとね、アップして見ていただこうかと思うんですけど、これすごいんですよね。ウェザーチェックというのがあるんですけどね、ヘッドとかが特にすごいのでアップしようかと思うんですけど、はい、アップしましたけど、どうですかね。ちょっとなかなか見えないかもわかんないですけど、もしかするとこう光の当たり具合とかで、あ、こんな感じだと見えやすいですかね。ちょっとね、こう、塗装が、ひびが入ってですね、これウェザーチェックって言うんですけど、まあ、これがかっこいいんですよね。ちょっとこう光当てるとどうですかね、見えやすいですかね。まあ、これもね、ボディにもバッキバキに入ってる感じだと思います。多分これラッカーだと思うんですけど、ちょっとね、定かではない感じになります。で、ちなみにこのフェンダーのロゴのマーク、デカールって言うんですけども、これもまあ70年代特徴的なものになってきます。まあ、そのような感じでね、かいつまんで話しましたけど、他にもね、もっといろいろあるんです。ドットのやつがクレイドットからなんか、他のやつに変わったとか、ネックの太さがちょっと違うかったりとか、あと、これね、やっぱ60年僕も持ってたんですけど、60年に比べるとネックの分厚さっていうかね、迫力が結構あります。まあ、そんなような感じの楽器になってます。ではね、後半はね、この楽器との出会いみたいなのを話していこうかなと思います。またね、フェンダーの歴史についてはね、もうちょっとちゃんと僕も間違いないかだけ調べ直して、また何かの回でね、一回取り上げたいなと思いますのでね、まあ、お楽しみによろしくお願いいたします。はい、どうもです。どうだったでしょうかね。2個目の演奏を聞いていただいたと思いますけど、次はね、スイングかなんかのやつをやったんじゃないかなと思いますけど、まあなんか結構、僕ね、ジャズやるときはコントラバスでやることが多いんですけども、まあなんかエレベでやってもね、すごくかっこいい感じのサウンドになってると思います。結構どっちかと音の特徴としては、まあよくね、枯れた音とかって言われる方もいらっしゃるんですけど、僕、このね、前にも64年を持ってたって話をしましたけど、その64年のそのヴィンテージのベースに比べると、まあこっちの方がちょっとのぶとい音はするんですけど、どっちもね、僕が持ってたりとか思想させてもらった楽器は、結構ヴィンテージは枯れてるという印象よりも、元気がある、むしろ逆なイメージを持ってる。まあ音の表現の違いだけだと思うんですけど、なんかそういう印象が強いな、というふうな感じで思ってます。ではね、この楽器の出会いの話をしていきたいなと思うんですけど、まあそもそもね、この楽器、74年のベースを買う前に、僕は先にもね、ずっと話しているように、64年のジャズベースを持ってたんですよ。で、その64年のジャズベースというのは、まあ64年の後期のモデルなんですけども、今さっき言ったもので言うと、ラウンドボードのハカランダ指板の、もちろんローズ、ハカランダ指板のボディがアルダーというふうなものを持ってたんですよね。
まあ今結構相場で考えるとやっぱすごくお高くて、まあまあ、見桁万円するようなものだったんですけども、まあそれもね、ずいぶん前に手に入れて、まあ比較的安く手に入れたんですよね、当時。で、なんで、それですごく気に入って使ってたんですけど、当時ね、何年かして持って気に入って使ってたんですけど、このコントラバスとね、出会った時があるんですよ。このコントラバスね、僕のコントラバスって、ジョン・ジュゼックさん、まあ通称ジュゼックって言われる楽器なんですけども、まあドイツの楽器なんですけど、100年ぐらい前の楽器なんですけども、そのハードバップとかがすごい好きな人が今こぞって探してるみたいで、世界でもこう手に入りにくいものらしいんですよね。で、それとたまたま出会ってしまって、そしてそのジュゼックのサウンドが僕はたまたますごく好きだったわけですよね。僕のレジェンドの人たちのサウンドがやっぱそういうものが、よく聞こえてたので、でもどうしてもこのコントラバスを手に入れたくて、それの、まあ、頭金にするために、64年を手放したわけですよね。で、まあその、まあ、いろいろ本当にその時はね、もう悩んだけども、そのジャズベースよりもこのコントラバスの方が手に、ね、また出会える確率がすごく低かったので、まあ、そのジャズベースを手放したんですけど、やっぱりね、こう、ベーシストとしてね、生きていると、やっぱこのフェンダーのジャズベースってのはやっぱ欠かせないんですよね。やっぱ僕いい楽器、ホデラさんとかもね、持ってたりしますけども、やっぱ、ジャズベってやっぱ一本は欲しいなと思うところがあって、まあその後、ジャズベースを持ってなかったので、ずっとジャズベースを欲しいなーってずっと思ってたんですよ。ただやっぱ60年代初頭の楽器ってやっぱものすごく高いので、おいそれとは買えないわけですよね。で、どうしようなーと思って、できればもうちょっと安く買えて、ジャズベっぽい音がして、みたいなのがいいなーとか思って、当時めちゃめちゃ探してたんですよね。で、でもそんな60年代の初頭どころか、やっぱ60年代の後半だったり、70年代前半だってやっぱ高いわけですよ。まあ60年代初頭に比べるとだいぶ安いですけど、なので僕は当時探してたのは、70年後半ぐらいでなんかいいのがないかなと思って探してたんですよ。で、まあ一応そのね、デジマートでね、皆さん見られてる方も多いと思いますけど、デジマートで見てですね、まあ、ジャズベースの、こう、なんていうか、こう、短縮のやつを携帯に入れといてですね、毎日のようにチェックしてたんですよね。そしたら、とある時に、9年だったかの楽器が、まあ、近くのお茶の水の楽器屋さんで、まあ、出てたわけですよ。で、まあ、その、まあ、当時ね、僕ね、区の施設の、まあ、スポーツジムみたいなね、1回300円とか、区民だと300円とかでやれるところで、まあ、午前中ね、ちょっと体を動かしてみたいな日課をやってたんですけど、まあ、最近全然やれてないんですけど、まあ、その時にですね、そこ終わった後に、まあ、お茶の水寄っていこうかなと思って、寄ってったわけですよね。短パンの格好で寄ってったわけですよ。で、そしたら、まあそのベースももちろん置いてあって触らせてもらったんですけど、やっぱなんかいまいち全然しっくりこないなと思って、そしたら店員さんがもう一本おすすめがありますよっていう風に言われて触ったんですけど、まあそれも悪くはなかったんですけど、まあそんなすごい決め手があるわけではなかったんですよ。そしたら店員さんが、実はまだ入ってきたばっかで、値札もつけてないですし、デジマートにも載ってない。で、デジマートになんなら載せるための写真を今上で撮影中の楽器があるんですけど、これが本当に良かったんですけど、どうですか？触ってみたいですか？っておっしゃってくれたわけですよね。で、それはもうもちろん触りたいじゃないですか。で、何年ですか？って言ったら74年って言ってですね。まあ値段はこれちょっと伏せときますけど、多分今買われてるよりだいぶ安く買ったと思います。買った年代は多分3、4年ぐらい前に買ったと思うんですけども、まあその破格の値段で、いくらでいいですみたいなこと言われて持ってきてもらったわけですよ。そして引いたら、まあそのもちろん持ってた60年代のベースではと雰囲気は全然違うんですけど、これはこれでありだなと思ってですね、ちょうどそのこの楽器と出会う直前ぐらいに友達が69年の楽器でやっぱ同じような傾向の音の傾向の印象の話をしてた、すごく良かった楽器があったっていう話を、まあたまたま聞いたことがあったんですよね。なのでどうもそれに近いんじゃないかなとか、これすごいいいなと、60年前半とはまた違う種類の音やけどすごくいいなと思って、でもうほぼ買うところ直前ぐらいまで行ったんですけど、やっぱりね、あの舞い上がってる自分がいるんじゃないかなと思って、その69年のベースがすごく良かったって言ってた、友達に相談してですね、じゃあちょっと背中押してあげるよっていうことで、後日ね付き合ってくれたわけですよ。で、一緒に見に行ったら、やっぱその印象として69年の印象にすごく近いと、めちゃめちゃいいっすねって背中押してくれたわけですよね。
はい、で、まあ、もちろん69年に比べると5年古いですし、まあ、すごく、それに比べても安かったわけですよ。ただ、スペックが、今さっき話したように、74年からちょっとね、結構変化がしているものがあるんですけど、これはその変化する前のもので、ちょうど60年代後期、まあ、ピックアップの位置は変わってるんですけど、60年代後期のサウンドによく似た、個体だったということになってますね。で、まあ、そこの楽器屋さんがですね、非常にお安くしていただいて、で、なんか LINE かなんかの友達追加をするとさらに安くなるよって言ってもらって、本当にね、結構破格で買った、記憶があります。まあ、そんな感じでね、もう本当この楽器も、まあ、この、ホデラのね、話もしたように、やっぱりね、出会いですよね。たまたま行って、この楽器もたまたま入荷したところでしたけど、これもね、たまたま入荷してまだインターネットに乗る前の時点でね、お声掛けをしていただいたっていうね、非常に、なんていうか思い入れのある楽器です。で、もちろんね、今でもね、やっぱ60年代前半のジャズベいいなって時々ね、こうデジマート見たりするんですけど、やっぱすごくお高いのと、やっぱね、いろいろホデラとか素敵な楽器持ってますけど、やっぱ絶対一本は持っときたいなと思って、ずっと所有している楽器です。まあね、なんかこの動画とかでもいろいろこの楽器を使ってね、演奏してたりもするので、よかったらね、そちらも合わせて見ていただけると嬉しいなと思います。まあそんな感じでね、今日はね、僕が持ってる楽器についてくっちゃべってみました。フェンダーの歴史の話とかってもね、かいつまんで話しましたけど、またそれはそれでね、取り上げて話したいなと思っていたりします。まあそんな感じで、今日はこれで終わりにしようかなというふうに思ってます。もしね、今日初めて見られている方、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、普段はね、ハウトゥー系の話、しておりますので、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして、今日少しでも良かったぞとか思っていただけた方、グッドボタンも押していただけると嬉しいなと思います。そして、皆さんのね、もしね、自慢の楽器とかありましたら、ぜひね、コメントでお知らせください。俺こんなん持ってるで、とか教えていただけると嬉しいなと思います。まあ、そんな感じで今日はこれにて終わりにしようと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。